はいどうもサクスタイルでございます。今日も元気に IW の動画を撮っていきたいと思いまーす。ということで今回使うのはこれですよ。 RVN、 もう名前も忘れてたこの武器いやマジで出たばっかはもうゴミみたいな武器で、もうこんなもん使えるかって思ってたけど、まあだいぶ前にねパッチが入ってたよね確か。まあそれ最初使った以降全然使ってなくて、パッチの感じとかも全然触ってなかったからそっかこれトリガー引きっぱなしで出るやつだったないやもうさ、そのすごいよな、そのちゃんと頭出しのところで止まって待てるって素晴らしいよな全然敵見てなかった。さあ何なんだよさっきから何なんだよさっきから。やばいかも、今日やばいかも。みんなちょっと待って、4回も死んじゃったもん。もう4回も死んじゃった。大丈夫？それ大丈夫？それ大丈夫？味方助けてー。もうとつることしかサクスタイルはできないから。ねえそこいるんでしょ？ね、何してんのその中で。その中いるんでしょ？やって。ははははナイス。裏から来る？怖いな。さあ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 、ちょっとさ真ん中をさ通り続けたいんだけど。あやばい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 これ裏だろ後ろだろ来いよ来いよ。ちょっと待って、やばいやばい、嫌だ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 、なんなどどおナイス助けてもらった。ちょっと後ろいた、助けてもらうっていうね助けてもらってんのにお前なんだって言っちゃうっていうね。逆だよ逆だよ味方楽しいな、不慣れな武器楽しいな。でそう今日言いたいことがあったんだ。あのさちょっとさ別にさ自治ネタをなんか取り扱うチャンネルじゃないけどさ、あのあれえぐくない？あのなんだっけ、上原貴子のさ不倫でどうのこうのっていうのやばく、あーセントリーかあれ、不倫でどうのこうの言うのやばくない？不倫で旦那が自殺みたいな、あれえぐくない？いやね、いや別にね別にいいんだけど、でそんなをネタにしたりとかさ、まあめったにしないけどさそのニュースをさ、ちょっと今回のさえぐ度がやばくてさえなんだっけ旦那は、旦那は子供ができない体で子供ができない体で、おっと今通った、怖っ、旦那子供ができない体で、そんな中他の男と不倫して赤ちゃん作ろうねとか言ってんでしょ、めちゃくちゃ怖えから、おっかねえだろマジで、やーべえ毒クズだからな、やべえ毒クズだろ。いやなんかさ旦那がセックス拒んでさ子供欲しかったのにちょっと子供作れないとか言うならさ、いやまあそれでもダメだけど、ダメだけどよ、こんなさその病気とか先天性のものでさ作れない体でさ、そんなんをさ分かってさ結婚生活を続けてるくせに他の男と赤ちゃん作ろうね、そっちのタイミングで作ろうねみたいな、え怖い怖い怖いいやもう毒づすぎてやばいね。いやだからもうほんとね、女っていうのはこれだから、これだからダメなんすよ、ほんと嫌女のそういうところ。
女のそういうところ本当に嫌いですわ。そういうなんかもう本当男のなんかこう純粋なこう信じる気持ちをないがしろにする。おうおうおう、信じる気持ちをないがしろにする女と、なんか一回やったぐらいでなんかこうピー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 言ってくる女嫌い。一回やったぐらいで他の女と遊んだら、いやなんで他の女とみたいな感じ出す、言わないにしろなんかそんな感じ出す女すごい嫌い。こう嫉妬に狂ってくる女嫌い。ここに、あお、そのさ強いんだよ、その2発で死ぬボルク、ボルク強いんだよ。オッケーオッケーオッケー。うわー気持ち悪い。違うか、あれスコアストリークいじった後か。いや負けちゃうよ味方、やばいぞ。あー負けちゃった。ということでもう本当に上原貴子みたいな毒図と、もう一回セックスしたぐらいでなんかもう本当束縛とかしてくるような女は本当死ねばいいのにって思います。ということで今回の動画のお相手はサックスタイルでした。よろしくどうぞ、次も見てね、バイバイ。